ばいって勧誘がやばいってどんな神社だよ。やば、神社って書いてあるから危なそうだぞ。やめようやめよう、やっぱ行くね。そう思ったらあの駐車場ガチでなんかこう神社の集いなのかもしれない、ね、だからなんかやっぱそういう系か、調べてよかった。やめよう、行くのやめよう。天使ちゃんがいるってね、ちょっとここ気をつけよう。これ怖いんだよね。タイガース、よかった。タイガースよね。いや、むしろいいタイミングでバス通ってくれてよかった、ね、こんなとこであった方がもっとしんどい。大丈夫かい、寄せ木材。ちゃんと、まあ、ご神社もあるから別にそこまで怪しいとかあれじゃないんだろうけど、でも神社は多いんだろうね、やっぱり。そういう感じだもんね、見た目が。うん、これ前の車に任せる。惜しいなかったな。次屋の牛丼。絶対言ってねえだろ、この牛丼。上りとか通り走るとこの辺の何か車スポーツモード入ってるからかな。そういうこと？多分だからあの変なポンプポンプ寿命とかになってて、多分チラッと見たらこっち、チラッてこっち見てる。ポムってさ、ケイちゃんに怒られてる時さ、俺なんかチラッと見るのなんかざといな。えっ、お前助けろって感じで見るじゃん。助けてって調子いいんだよこいつ。助けてって感じでみんな顔見る。チラッて見る。助けて、普段塩対応にしてるくせにな。そうそう、助けて。調子いいなこいつ本当な。超いい。そう、多分ね、本当にあの時に気まずい時に助けてって感じで、もうちょっと叱るとかそういうの全てにおいて信頼関係成り立ってるから大丈夫、ね、本当にダメなのってもう最悪じゃん、うん、飼い主に犬噛みつく勢いでガーガー言ってるし、ガーガー、よっぽどマイナスなことやったんだろうとしか思えない、それって、うん、何でもかんでも叱りはいいってもんじゃないんですよ。人間もそうだけど、動物もさ、マイナスな気持ちって頑張れ、ちょっと待って、そんな頑張らなくなっていいのに、チャリだって余裕だろ、ここはで、ゆっくり行ってるだけじゃないの、黄色いゾーンだけど、よいしょ、次はもう軽乗車、ゆっくり、あんまりいいよ、ウゲツ、さてさて、ここ行って、ちょっと開けだした、
こしるきり。ちょっときついな。いやでもそれでどんどんなるから飛ばさないと。ちょっとここでそもそも帰りきつい。バリキャサリン。さっきのくんところ。